はい、三原駅です。次の電車がここ始発らしいので降ります。てか何これ、半分塞いでんじゃん、変だけど。いやダメだ、爆睡だ本当に。もう私の手には食料がありません。 あっとっとっと、ちょっとトイレか。三原プリン、そんなのが有名なんですか。寒い寒い寒い、一気に寒くなった。おお、ローソンセブンがあって、あっちにローソンがある。ここは何ですか、三原市、三原市なんてあってって。三高線の3は三好でしょ。3に次ぐで三好市だもんね。何だったっけ、浮代ロビー。もう尾道すぐじゃん。30分あるからね。でも30分で食べられる自信はないから。イオンがある、見えます。でもイオン用事済ましちゃったからね。そんなに歩きたくないし。寒いね、寒い寒い寒い。なんかプリンがどうのこうのって言ってますね。寒い。それと早く、もう容量がめちゃくちゃやばいと思う。とりあえず取るだけ。焼きたてパン20円でいちごパンフェア。食べるとこあるんだ。いや、パンよりそばがいい。そば系。ちょっと見てみよう。ああ、三原って新幹線止まるんだ。全然そんな感じなくない？めっちゃ悪いんですが。あ、めっちゃ人いるし。新幹線止まるんだ。知らなかった。ごめんなさい。本当に知らなかった。東北新幹線は停車駅全部いるんですけど、もう、ごめんなさい。東海道、山陽は全く分かりません。めっちゃ高い。なんかもうご飯が食べれない病気です。駅ですか。りんご焼き。いや、こんなもんですよ。すごい。お、三原城跡。例えば北口西口って書いてあったな。ほらあっちまで回れば行けるんでしょうけど、ちょっとめんどくさいんでごめんなさい。
くらこれ。書いてない。入りそうだな。入る無料天。おいいのり。はい。新幹線の改札の脇ですね、これ。で、ここから入ると本当に開くの？開きますね。すごい上がってきた。もう新幹線ホームと同じぐらいの高さですね。で、これ止めて読んでください。すごい高そうだね、あそこらへん。 あ、疲れた。あ、書いてある。ちょっとじゃあさっと見て戻らせてください。野菜食べてないんだよね。もう体が本当に不調を訴えてます。うどんとかそんなのばっか食べてるから、そんなのって言っちゃいけないね。いや、引っかかった。おー、眺めいいね。すごいすごいすごい。これいい場所ですね。すごい。ぜひ、糸崎まで乗ると多分始発じゃないから、まあ座れる保証がないと。だからここで降りなさいっていう指示をね。ヤフー。おーい、すごい。ヤフーのね、路線検索は言ったんですよ。だから、皆さんも、東海道山陰乗り通す方はぜひね、三原で降りてみるのがいいんじゃないでしょうか。観光するならね、観光したくないっていう方は、別にいいでしょうけど。って言って私はすぐ戻りますね。西口もあるって。手前だ。線路の下、高架の下歩いてさっきのところに出るだけなんで一緒ですよね。時間がないんだってマジで、ごめんなさい。あ、すごい、ちゃんとあれあるじゃん、コンセントもある。もうコンセントはいらないんだけどさ。結局何も買いませんでした。もう悩み時間がもう無理。私に誰か食べ物を買ってください。お願いします。この一帯は在来線高校生行き上り。書いてある。入り口は一緒なのか。で、どっち？広島方面じゃない。尾道福山、こっちか。マジで新幹線感がない。そんなこと言ったら知らかんのしようか。人のことばっかり言うな。駅名表がない。あっちか。あ、なんかすごい大きいのある。